乾かしてたのありますね。これの続きをやります。ここ、はい、もう一度復習すると、最後にやったところ覚えてますか？1本と決めたとこ、3回ベースの色でここ塗りましたね。そこからほっといています。で、ここから濃い方持ってますね。これでお片付けをしてあげます。で、お片付けって何だろうと思う方いられると思うんですが、影とかね、そういうところを描いていきたいと思います。例えばリボンが乗ってあるところに、リボンの影を描いてあげる。ここもリボンありますね。なので、よいしょ、わざと脇と下に描いてあげて、こんな感じとかでグラデーションを使って、影を描いてあげる。ここフェードアウトしてますね。あともうワンポイント CG っぽい感じを出したければですね、この1本と決めたとこ3回なぞりましたよね。ここの先っぽを、こんな感じで描いてあげます。で、ここわざと脇してあげます。そしてここもですね、ポイントは濃いところは濃いところだけを集中的に描いてあげることです。ここわざとはっきりさせてあげると、CG っぽいようなのができます。濃くなってるの分かりますかね。こんな感じですると、で、ここのね、はみ出したところも綺麗に整えてあげると、なんだかちょっと CG で描かれたような効果ができますよね。こんな感じに出来上がります。